こんにちは、ゆきです。前回まででケーキのマテリアルが設定し終わったので、今回はそれ以外のマテリアルの設定をしていきたいと思います。まずは食器のマテリアルから設定していきましょう。こちらのプレートを選択します。こちらはアラザンと似たようなマテリアル構成にしていきたいので、アラザンをクリック、マテリアルをコピーしたら、プレートに名前を変更しておきます。ここら辺のオブジェクトは必要ないので隠しておきましょう。ではまずはメタリックを0に下げていきます。バンプも下げてカラーを変えていきましょう。ちょっとだけ今回はベージュのような感じの色にしていきます。続いて粗さを調整していきます。粗さがわかりやすいような角度で見ていきましょう。こんな感じで少しだけ粗さが違う部分があると思うので片方を 0.1 より大きいぐらいにしてもう片方は 0.3 ぐらいに設定しておきましょう。だいたいお皿のような感じの質感に変わると思います。では表面もう少しザラザラさせたいのでバンプをちょっとだけ上げていきます。あんまり上げすぎるとおかしいので今回は 0.01 ぐらいでいいかなと思います。あとはノイズテクスチャの粗さをもうちょっと上げてノイズを細かくしておきましょう。あとはちょっとだけ傷をつけていきたいと思います。シフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャとコンバータの中のカラーランプを選択して、オブジェクトとベクトル、係数と係数をつなぎましょう。バンプをシフトプラス D でコピーします。カラーと高さ、ノーマルとノーマルをつないであげましょう。見やすくしたいのでシフトとコントロールを押しながらカラーランプをクリックします。まずは白を左側に寄せていってこんな感じにしていきましょう。歪みを結構大きくしていきます。50ぐらいに変更して、細かさを15まで上げます。粗さも 0.7 ぐらいまで上げて、スケールを調整していきましょう。ちょっと白の部分が多すぎたみたいなので、もうちょっとだけカラーランプの位置を調整していきます。スケールを小さくしていって、こんな感じで黒い線ができてくると思います。この部分が傷になってくるので、傷の大きさを考えながら、傷の量もこのカラーランプで調整しながら、ところどころ黒い点があるような感じにしてあげます。元の表示に戻してあげると、ちょっとバンプの強さが弱すぎるので強さを上げていきます。そうするとこんな感じでところどころ傷がついてくると思います。あとは強さを調整しながら、そんなに際立っていてほしくないので、だいたい強さは 0.2 ぐらいでいいかなと思います。こんな感じで少しだけところどころ傷がついているような感じにしてあげました。シンプルですがお皿はこんな感じでいいかなと思います。ではお皿は隠して今度フォークのマテリアル設定していきましょう。お皿のマテリアルを流用していきたいので、プレートを選択、新規マテリアルでコピーします。名前をフォークに変えておきます。フォークは金属なので、メタリックを1まで上げておきます。カラーは白っぽいカラーにしていきましょう。続いて、今度粗さの部分、もうちょっとツヤツヤしていてほしいので、片方 0.2 ぐらいで片方は 0.1 ぐらいにしておきます。あとはスケールを調整しながらちょっとだけノイズを大きくしてあげましょう。カラーランプも調整しておきます。背景がないとわかりづらいんですけど、これでツヤツヤしている感じになっていると思います。続いて表面の質感も調整してあげましょう。こちらのノイズテクスチャのバンプの強さを変えながら、こちらもそこまで傷はない方が嬉しいので、だいたいこれくらいですね。傷の量も変えていきましょう。
こちらのカラーランプとノイズテクスチャを見ながら傷の大きさなどを確かめていきます。ちょっとだけ粗さ小さくしていきましょう。ちょっと傷が多すぎるのでカラーランプで調整していきます。だいたいこんな感じでいいかなと思います。ではフォークも隠しておきましょう。続いてマグの方を設定していきます。まずはマグの本体から、こちらはプレートと同じマテリアルでいいと思うので選択したら、あとカラーだけ変えたいので新規マテリアルで複製して名前を変えておきます。好みのカラーにしてあげてください。今回は白っぽくしておきます。続いてロゴの方のマテリアルも設定しましょう。ロゴを使ったマテリアルが一つあるのでこちら選択したら、こちらを新規マテリアルで複製してあげます。今回はこちらは必要ないのでデリートで削除しましょう。続いてシフトプラス A からコンバーターの中のカラーランプを選択します。カラーと係数、カラーとアルファをつなげてあげましょう。リニアを一定に変更して白の位置を調整していきます。こちらのカラーランプをシフトとコントロールを押しながらクリックすると分かりやすいかなと思います。黒い部分だけ透明になってしまうので今黒と白を逆にした方が良さそうですね。こんな感じでロゴのマークだけ白くして他は黒く透明な感じにしてあげます。そうするとこんな感じでロゴの部分だけ残ってあとは透明に変わるかなと思います。ちょっと浮いて影ができてしまっているのでこちらのシュリンクラップのオフセットの値を調整してあげましょう。こんな感じでちょっと重なって見えるんですけど、レンダリングするときはこの重なっている部分は見えなくなるのでこのままでいいかなと思います。では中身も作ってあげましょう。まずは新規をクリックします。電波を1に上げて透明にしてあげたら粗さを 0.1 まで下げておきます。あとは適当なカラーにしてあげましょう。今回は紅茶なので赤っぽい感じにしていきます。あとは表面が平らすぎるので少し変えていきたいと思います。シフトプラス A からベクトルの中のバンプとテクスチャの中のノイズテクスチャ、入力の中のテクスチャ座標を選択します。オブジェクトとベクトル、係数と高さ、ノーマルとノーマルをつないであげましょう。スケールをもうちょっとだけ小さくして細かさをもうちょっと上げていきます。あとは強さを下げていきましょう。あんまりゆらゆらしていなくていいと思うので強さはかなり低めでいいと思います。こんな感じでいいかなと思います。では続いて壁の方のマテリアルも設定していきましょう。こちらは隠しておきます。壁はまたアラザンから新規マテリアルで複製して名前を変えておきます。メタリックは0に下げて、続いてバンプの強さもうちょっと上げていきましょう。細かさを 0.9 ぐらいまで上げておきます。壁はだいたいこんな感じでいいかなと思います。では最後、あとはテーブルですね。こちらのマテリアルも設定していきましょう。まずは新規をクリックします。名前をテーブルに変えておきましょう。まずは色をつけていきたいと思います。シフトプラス A から入力の中のテクスチャ座標とテクスチャの中のノイズテクスチャ、コンバーターの中のカラーランプ、あとはベクトルの中のマッピングも選択します。オブジェクトとベクトル、ベクトルとベクトル、係数と係数、カラーとベースカラーをつないであげましょう。まずはこちらのノイズテクスチャのスケールの X の値を小さくしていきます。ちょっと見にくいと思うのでカラーランプの左右を近づけておくとくっきりしてわかりやすいかなと思います。スケールもちょっと上げておきます。
だいたい木目っぽい感じの長さになってきたら、今度こう Z 軸の方も小さくしていきましょう。こちらは 0.2 ぐらいでいいかなと思います。では木目ちょっと変えていきましょう。細かさを15まで上げて、粗さも上げていきます。これでノイズも細かくなってくると思うので、歪みも上げてより木目のような感じにしていきましょう。だいたいこんな感じでいいかなと思います。ではカラーも変えていきましょう。お好みのカラーにしてあげてください。では今度はこの木目に合わせた溝を作っていきたいと思います。 Shift プラス A からベクトルの中のバンプ、ノイズテクスチャの係数と高さ、ノーマルとノーマルをつないであげます。そうするとこんな感じで木目が浮き出てくると思います。ここまで浮き出ていなくていいと思うので、強さ下げていきましょう。だいたいこんな感じで 0.1 よりをちょっと大きいぐらいでいいかなと思います。では続いてもう少し色を変えていきましょう。 Shift プラス A からカラーの中の RGB ミックスを選択、こちらのカラーランプの右に入れてあげたら、ノイズテクスチャを Shift プラス A から出してあげます。オブジェクトとベクトル、係数と色2をつなげてあげましょう。ミックスはオーバーレイに切り替えます。係数を1まで上げて、ノイズテクスチャのスケールを上げて、細かさも上げて、こんな感じで少しまだら模様を追加してあげましょう。粗さも上げて調整していきます。これで先ほどよりも少しリアルな見た目に変わってきたかなと思います。では続いてもう少し全体的に質感を加えていきましょう。こちらのノイズテクスチャを Shift Ctrl D で複製して、バンプも Shift プラス D で複製します。ノーマルとノーマル、係数と高さをつないであげましょう。全体的に細かいノイズを乗せていきたいので、もうちょっとだけ粗さを上げてスケールを大きくしていきます。バンプの強さも大きくしていきましょう。こんな感じで全体的に細かくノイズを乗せてあげます。これくらいでいいかなと思います。では続いて今度傷をつけていきましょう。傷はお皿の時と同じようにしたいので、まずこちらの2つを Shift Ctrl D で複製します。ノーマルとノーマルをつないで、こちらのノイズテクスチャとバンプの間にカラーランプを加えてあげます。そうしたらまず見やすくしたいので、 Shift と Ctrl を押しながらカラーランプをクリックします。黒と白を近づけていって、粗さはもうちょっとだけ下げて歪みを大きくしていきましょう。スケールは小さくしていきます。カラーランプを調整しながら傷を変えていきましょう。元の表示に戻して、バンプの強さが今弱すぎると思うので、とりあえず1まで上げます。そうするとこんな感じでいっぱい傷がついているので、もうちょっとだけ調整していきましょう。傷の量がだいたいいい感じになったかなと思ったら、今度この傷の部分に色をつけていきたいと思います。こちらの RGB ミックスを Shift プラス D で複製して、この間に入れてあげます。オーバーレイはミックスに変更して、こちらのカラーランプのカラーから係数までつないであげましょう。全部真っ白になってしまったと思うので、このカラーランプを色2につないであげます。では傷の部分の色を変えていきましょう。ちょっとだけ明るい黄色っぽい感じにしていきます。
こちらはこの机のカラーに合わせた感じの色にしてあげてください。ちょっとだけ明るかったり、逆にちょっとだけ暗かったりすると傷っぽく見えるかなと思います。ではここまでできたら、今度 Y 軸方向に伸びるノイズも加えていきたいと思います。まずはこちらの3つ選択して、 Shift Ctrl D で複製します。ノーマルとノーマルをつないであげましょう。続いてマッピングを Shift Plus D で複製して、こちらのノイズテクスチャの左に加えてあげます。まずはマッピングのスケール、とりあえず全部1に変更したら、 Y 軸方向にノイズを伸ばしたいので Y の値を小さくしていきます。ちょっと見にくいので、 Shift と Ctrl を押しながらカラーランプをクリックしましょう。こちらの左右を遠ざけてあげると、こんな感じで Y 字方向にノイズが伸びているのがわかると思います。歪みをもうちょっと小さくしていきましょう。続いてスケールを上げていって、こんなにノイズは必要ないので、カラーランプの白をもうちょっと黒に近づけてノイズを減らしていきます。とりあえずこんな感じにできて、元の表示に戻してあげましょう。そうするとこんな感じで Y 軸方向に傷が伸びていると思います。こんな感じでいいかなと思います。あとはこの傷の部分にも少し色をのせてあげましょう。こちらの RGB ミックスを Shift Plus D で複製して、この間に入れてあげます。こちらのカラーランプのカラーから係数までつないで、こちらの RGB ミックスは色2につなぎ直してあげます。ちょっと色が目立ちすぎているので、こちらのカラーもう少しだけ机の色に似せてあげましょう。今回はこんな感じでいいかなと思います。ではレイアウトの方に戻って全て再表示してあげましょう。これでマテリアルも全て完成しました。では次回は最終回ということで、ライトの設定やカメラ、レンダリングの設定をしていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。